ピクシルスポーツザセッションシーズン2ですが、今回は、同世代のマチ君と、お給を呼んでみました。オリンピックのことや、私生活のことをどんどん、聞いてみたいと思います。マチ君を紹介します。僕の一個上なんですが、サッカーのところは背も高くて、よくマッチアップしてるんですが、足もなんか僕は速いなと思ってまして、そういう面で、サッカー面でも僕はプレーしてすごい刺激をもらうことが多いなと、個人的に思ってます。じゃあマチ君お願いします。大木さんは、大木さんってやめてくださいよ、マチ君。やっぱりもう守護神という名前にふさわしい、ゴールキーパーにだなと思いますし、私生活っていうか、は真面目で本当に面白くない、嫌だな、最近性格です。はい、じゃあ大木さん。はい、綾瀬くんは中学ジュニアユースの頃から名前は知ってましたけど、高校も鹿島学園で喋ったこともなかったし、今結構一緒にいる時間が長いですけど、なんか何を考えていたのかちょっとつかめない感じで、むしろ面白い人間です。それではリクシルスポーツザセッションシーズン2スタートです。皆さん最後までご覧ください。早速、オリンピックの、話をしていきたいと思います。これはもうゴルフでしょ。ゴルフ、ね、最近やってるんですか。これは最近やってないですけど、マスターズで松山英樹選手が、そうですよね、優勝したので、これはもう期待して。オッケーある。なんかいや、俺はどっちかってラグビーが興味あって、現地で見に行くのはなかなか難しいかもしれませんけど、見てみたいなっていうのはあります。大瀬くんは本当に本当ですよ。ボルダリングとか新競技ですよね。そういうのも結構面白そうだね。面白いですよね。日本人取れそうだしね、メダルね。そう、しかもなんか結構テレビとかでも特集してて、めちゃめちゃ早いじゃないですか、登るのとかも。ああいうの結構面白いなって。俺はできそうじゃないですか。いや俺ちょっとやってみたいですよね。あそこでできるじゃん、あのスタジアム。できますね。え、あんの？あるちょっとやってみようかな。オキは最近代表初招集あったけど、はい、その前もアンダーでは結構、はい、ね、高校とか中学もそう、中学入ってもあったけど、どう？代表の重みっていうのはもちろんありますし、やっぱユニオンも来たら鳥肌が立つし、でもやっぱクラブ、鹿島というクラブも重みがあるので、そこに対して何か違うっていうのはあります。特に感じないですけど、小さい頃から憧れでもあるので、そこはやっぱ袖を通すとワクワクする感じはあります。硬いな。取材じゃないから硬いな。俺らに話してくればいいよ。いや、思いますとかじゃなくて真面目なんだよ。こういうのが面白くないんですよ。マチ君どうですか。クラブでも代表でも正直1試合に対するし向かう姿勢っていうのは正直変わんないけど、試合前の君が代を流れる時とか、そういう時には日本背負って戦ってんだなっていう、それはめっちゃ分かりますね、なんか重みっていうのはあるかな、はい、どうですか綾瀬。自分が大学生でプロも何も決まってなかったんで、なんか背負うっていう感じでもなくても、がむしゃらにもうなんなら、でも就活みたいな進路をこれで決めてやるくらいで思ってたんで、なんか代表日の丸を背負うっていうよりは、なんかもう本当に売名というか、もう自分を広げる活動の一環でしたね。それはでも徐々に変わっていって、鹿島も決まって、それもきっかけだったと思うし、鹿島も決まってからは君がめもやっぱり結構取り当たったり、そこの考え方は成長したというか変わったなっていう感覚はありますね。綾瀬くん、取り肌立つんですか。立つよ。何、嘘だ。結構緊張とかもする方だからね。え、そうなの。俺緊張するじゃん。俺ていうか、した方が、はい、した方がいいプレーできますね。そうなんだ。なんかぼーっとし、どっちかといえばぼーっとしちゃうんですけど、ぼーっとしてるときはあんま良くないですね。緊張できた方がいいですね。今年鹿島アントラーズ創立30周年ですけど、多分ずっと見てきたと思うんですけど、印象に残ってる選手だったり試合、それ以外でもいいですし、鹿島についてのこの30年間で何かあれば聞きたいですね。やっぱ3連覇でしょう。いや、そうですよね。しかも一番見てる、そうだよね、俺らの、ね、はい、年代が一番多分サッカー少年で見てた時期だったからね。岩松さんのヘディングとか結構、俺もそれだ、ね、ジュビロ戦でしょ。そうあれは結構打ってるわ。よかったね。アツソさんもめっちゃ涙流してた。アツソさんのクロスから興梠選手のヘディングやっぱあそこですよね。ずっと鹿島なんで、曽我さん
もあるし、まあ、一緒にやってて今びっくりしてるのは一番影響を受けたのはスンテさかな。プレー面でってこと、ね、プレー面で、まあ、キーパーの細かいところってさ、フィード意外と分かんないけどさ、うんうん、分かんないよなマジで。そこちょっと教えてよ、どんな感じなの。曽我さんは基本に忠実っていうか、本とかに書いてあるやつを本当にポジショニングもいい意味で教科書ってこと。そう教科書だし、でまあプラス自分の何身体分かってるから止める範囲も大きい。逆にスンテさんは今でも練習の時なんかなんでこれ止めれんのみたいな、ハテナマークが結構浮かぶ選手かな。曽我さん結構正面にシュートするイメージじゃないか。それ本当にそのフォワード側からしてなんでなのかなって気になるんだけど。いやなんか打ったらいる曽我さん。打ったらいる。でさゴールが小さいとか。ああ感じるよ。スンデさんも感じるし、うん。それは何なのかな。曽我さんなんか当たる。ポジショニングがいいからなのか、やっぱなんか威圧感みたいなさ、うん。これ完璧止めれるってなってもらでもなんか止めれなかったり、逆に曽我さんはスンデさん体に当たりとか全然あるから。なるほど。マチ君あります。三つおさんかとか浩二さんとかかな。三つおさんはやっぱ。プロ入って何年やったの ?3、4年やったのか一緒に。チームの本当に精神的支柱っていう感じで、もう試合前の言葉とか、うん、なんか本当熱くなるし、影響を与えられる選手だったからすごいなと思ったし、浩二さんはまあ俺と似てこう身長があって左利きだったから、プレー面でこう影響を与えてもらった人は浩二さんかなっていう、うん。浩二さんと何年ぐらいやってんすか。浩二さん俺かぶってないんだよ。けどユースで練習参加してる時に結構俺に対して言ってくれて、なんかそういう意味ではね、かぶってないけどいろいろなんか教わった人だったかなっていう。あやさんはどうですか。俺は高校の監督やっぱり自分なりには大きかったですね。なんか人間的なところもサッカーのところも、まあ、小山の大将だってずっと言われてたし、だから逆になんかそういうの言われすぎて大学行くのが怖かった。そういう面でも、まあ、結構あんまり自信がない方なんですけど、それは監督、高校の監督がなんか植え付けてくれた部分かなと思うので、逆に僕はそれで今もなんか心持ちとしては助かってますね。かなり影響を受けたと思います。なんか試合の結果だったり思うプレーができなかったりした後とかなんかあります、こうするとか。これしようっていうよりも練習でもうどんどん時経って忘れるのを待つしかないかなと俺は思ってるけどね。なるほど。練習してでも次の試合に向けて準備していくことでもういずれ忘れるっていう、うん、俺は結構なんか浮き沈みが激しいまあそうだね、で感じ自分でも分かるから、まあ、曽我さんだったり、まあ、キーパーコーチの陽平さんが、まあ、キーパーがそういうのを見せちゃダメだよっていうのを以前聞いて、そこからもう自分でもなんか見栄を張るって言い方おかしいけど、うん、もう元気出すみたいな、元気なくても振る舞うっていうのをするようになった。そしたら結構忘れるっていうか、その感じは。ムキマジわかるもん俺も。いや普通今落ち込んでんだろうなってのさ、ね。最近どうですか。わかりますよ。最近どうですか。いや浮き沈みってかお前浮くまず。ずっと気持ちが、ね、沈んでるっしょ。いやそんな沈ん。結構ブルーな顔してシュート練習してる。表情出ないタイプやけど。イライラしてんのは分かるよお前。いやでもシュート決めてニヤニヤしてるのが本当ムカつくんだよマジで。初対面でも分かるよお前がイライラしてんのは多分。いやでもそれがまあ最近落ち着いてんじゃないかなって俺は思ってます。あまあまあまあ、うん、でもまあなんかそんな落ち込んだりってその時で全部吹っ切れちゃうかな。やっぱフォワードなんでそれがこうなんかなんだろう、自分のせいで負けるとかっていうそのディフェンスの人みたいに重大なミスっていうのがそんなにないけど、うん、やっぱり自分が外して勝てなかったとかってなると結構その後の練習でもフラッシュバックじゃないけど、シュート打つ瞬間とかになんかイメージしちゃったりするときはたまにある。やっぱそういう時って入んないもん。まあそういう時もあるし、うん、逆にそのフラッシュバックしたタイミングで入って吹っ切れる時もある。まあ俺は運かなと思ってるから別にあんまり気にしてないけど、うん、まあ、そういうのは結構あるかな。多分フォワード特有だと思うこれ。確かに俺キーパーなんで、まあんま疲れるとかは特にないけど。喉じゃないよ。あ確かにお前試合の時に声出てねえもんな。そこ中2日で厳しい。喉だね、まあ、ひたすら喉飴舐めてる。声出す練習したら発声の喉で出さないで腹から出す練習みたいな。そうね、曽我さんとか声通るじゃないですか。通るね、あの人すごいよね。何なんだろうって思って、なんかやっていくうちになれんのかなって思って。だってお前前半のうちに枯れてたりするじゃん。
よく分かってんじゃん、ね、ね、全然あるね全然ほんと15分ぐらいでさガサガサになってきてないんだよな後半とかクリアの声出てなかったりするの、ね、全然出ないね、ね、もうだからそこはもうマッチ君とかにうわーって出てくるからじゃん、そう本当にひどいそんなん分かります、めっちゃ分かる連戦で息を使うこと喉マッチ君どうですか、まあ、マッチ君睡眠と食事かな基本、もう基本中の基本、またみんなそうですよね、うん、あれですよ、あれですよ、何もしないでしょ、ね、俺あんまそうですね、なんか疲れてんなと思ったらまあ休む、なんか本当に何も考えてない疲れてるとか分かる、まず自分の体が、いや疲れてても動ければいいかなと思ってるんで、なんか疲れてんなってプレー中思っても、あでも意外とそうでもいけんなと思ったらなんかあんま気にならなくなってくるっていうか、逆に連戦の方がなんかコンディションは保ちやすいかもしれないです。俺はリクシルスポーツ ザ・セッション。